でこの十神十行、あ、十十十行十恵行十智等覚っていうのは、まあ、一応ここにね書いておきました、あの差し込んでおきました。まあ要は大乗の菩薩の修行段階を52位に、まあ、分けたわけですね。でまあまあこの華厳経や菩薩行楽本行経に基づくとされると。それで、まあずっと言ってそうですね、まあ一応そのじゃあ菩薩の本当の仏道修行の開始として十心っていうところだけでもちょっとね、これ参考になる、少し参考になるので、どういう境外のことを言うのかと、十心菩薩の修行の52の階である52のうちの最初の10の位、要は我々がよしこの日蓮聖宗に入信していよいよその幸せを目指す、あるいはあれだね、他に対しての、菩薩業釈仏業を目指そうといった時のその一番最初の位と言ってもいいわけですよ。でそれはどういうことかというと、菩薩としての持つべき心の在り方を身につける位。三楽、三楽っていうのは賢治枠、賢治枠っていうのは要はその思想的、あ、賢枠っていうのは思想的なあの枠ですね、ものの道理というもの、世の中の道理というものを捉える考え方の間違い、過ちを、惑いを賢枠と言います。で思枠っていうのはもっとあの、情動的なね、腹はだからなんか怒ってくるような、あの野郎憎らしいとか、あの野郎面白くないとかっていう、そういう傾向のものを思枠っていうんですね。でそれをまとめて賢治枠と言います。で神社枠っていうのはまさにあの書いてある通り、あの塵アクタのごとくある、ガンジス川 の、 あの砂の数ほどあるっていうふうに言われてる、そういう惑い枠であって、これは簡単に言うとですね、我々がその菩薩行をして人を救おうとするときに、人はもうみんな千差万別なわけですよ。もう指紋が違って、顔形が違って、生まれ育ちから何から全部違う、その違う人たちの一人一人の救っていくことに対してのこっちが明るくない枠を言うんですね。的確にこの人にはこうだ、この人にはこうだっていう的確に救い出すことができない、そういう枠称をあの神社枠と言います。そしてこの無明枠っていうのがもうまさにこれが、我々が仏になれないところ、なれないという根本の枠称で、要は自分の命が大元まさに仏様と一義をしてるんだっていうところがどうしてもわからない枠、それを無明というわけですね。まあ簡単に言うとそういうことです。でこの三枠のうちの賢治枠すらまだ断じていない位であると、別教の菩薩の位としては下品と位置づけられる、遠行の菩薩の位としては内品と位置づけられる、まあここはまあいいや。でこんな感じを言うんですよと。まずは1、信心、正常な信を起こすくらいと、まっすぐなご本尊、まあこの信仰に訳して、聖宗の信仰に訳していますけども、ご本尊様を本当に素直に信じようっていう、そういう信ですね。でこの次念信、今度は信じるってだけじゃなかなか成仏は遂げられない、なかなかどころか絶対に遂げられない。それはなぜかならば、あの心力のゆえに受け、念力のゆえに保つとか、あるいは受くるは安く保つは安く形去る形と、去る間成仏は保つにありっていうことの通りに、要はご本尊ありがたいって信じるのは大事だけど、今度はそのご本尊ありがたいっていうことが四六時中ずっと何が起きても1年経っても2年経っても10年経っても続けられるかどうかっていう、これが大事なんであって、まあそれが念心ということですね。念じしてご本、まあ、これも本当に信心に訳しますけど、ね、ご本尊を念じて心に保ってもう常に忘れることがないくらい。そして3番目精進心、ただひたすらに善行を修するくらい。もうだから、権業をサボるなんてのはとんでもない、もう権業はもうあの当たり前にサボらずにやる。それから正代行、今7月だからもう芸家が1時間正代しなさいとおっしゃってるから、1時間正代はもう必ずやる、さらにもっとやる、人によってはもっとやると、さらには
それでよしとしないで、さらに今度は釈部奉行に必ず個々人いろんな形の中で釈部奉行ってのはできるはずですから、そこにまあ打って出ていくと、それをずっと続けていくって心、これが精進心。そして上心、心を一つのところに定め動じないくらい、これはもうね、もうご本尊ですよ。ご本尊様海上への三学で言ったら上ですから、そのご本尊様の上というところに常に心が定めて動じない、いいことがあっても有頂天にならず、それから悪いことが起きても疑わない、愚痴を言わない、うだうだ言わない、そういう心が上ですね、上心。その次は衛心、諸法が一切空であることを明確に知る。これはね、難しいようで意外と簡単でね、要はあらゆるものはみんな空であると、この実なる実体はないんだっていうことを本当にこの身に感じてきてくる。要はつまらんことに執着しないってことなんですよ。これつまらんことにね執着して、そこに心も体も時間も奪われない、そういうことを言うんですね。諸法一切法、一切法が空であるってことは、そしてつまりは仏道修行のみに、もう必要最低限の生きていくために必要最低限のことだけはやるけど、あとはもう仏道修行に専心していくと、専念していくっていう、その境涯を言うわけですよ。そして6番戒心、菩薩の清浄な戒律を従事して過ちを犯さないぐらいと。これは万法における戒律っていうのは大御本尊様を真珠するっていう戒と、あとはそれが金剛法器戒って言いますね、ご受戒受ける時のあれが戒ですから、言葉がまた戒律ですよ。今人より仏心に至るまで二千尺門の蛇法蛇師の蛇儀を捨てて、法華本門の消防少子の将棋を保ち立てまつりやいなやっていう、あの3つの戒門が我々の戒だね。どう簡単に言えば、要は成仏を遂げるまでは、一切の蛇衆蛇儀というものに対して余動しない、それから、あのまんまですよ、本題目を、三大表を、三大表のご本尊様を保ち続ける、それと、そういうことですね。それと、それともう一つ言えることは、今後法規会にももちろん書いてありますけども、要はあれですよ、方々限界、この毛筋ほども方々というものに組してはならない、誘導してはならない、触れてはならない、そういうことですね。で、これは外の方々ってのは意外と分かりやすい、だるまがダメだとか、十字架がダメだとか、シーサーがダメだとか、七福神がダメだとか分かりやすいんだけど、実はこの個心の十字誹謗、この信心を、自分がそのおごるってことは、要するに油断する、信仰において油断する、それから怠ける、それから自分の我見で仏法を測るとか、いろいろですね、ずっとあって、そして不信があり、あるいは、なんだ、あるね、十字表を調べてください。で、意外と犯しやすいのは、全部犯しやすいんだけど、意外としょっちゅうしょっちゅうやっちゃうのは、その一番最後の4つの、信仰しているものを軽んじない。軽んじちゃうのは方々ですから、あいつなあんなこと言ってるけどなって、ちょっとこう、バカにしたいの笑いを笑みを浮かべてうんぬんかんぬんすれば、もうそれは狂善方々っていう、もう方々になると。それから狂善造善失善根善だから、狂善軽んじちゃいけないし、憎んでもいけない。信仰しているものを憎んだらもうそれは方々になる、方々の罪に負ってしまうと。それから、恨んでもいけない、妬んでもいけない。そして、それが結婚を抱かんという、こうなんつうの、この憎しみの恨み憎しみのこの塊みたいになっては相なりませんよと、こういう、これもみんな方々になるので、そういう意味においてこの戒心というのは、この我々は、そういうものを戒めて、そういう心が起きたら本当にそのご本尊様に懺悔滅罪をお願いして、心の浄化を図っていく。それをそのいいように、十字誹謗が起きた心にいいように乗っかっちゃって、普通に行っちゃうとね、それはもうどんなに信仰してるようでも功徳はたまりませんから、そ
その十字飛棒の穴からどん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 出てっちゃいますからね。あともちろん方々限界もそう、方々このくらいならいいんじゃねえかっていう、それをやっちまうと積んだ功徳が全部汚れちゃう、全部使えなくなるっていう、まあ、これを守ることが戒心というね。7番目、回向心、身に収めた善根を菩提悟りに回向するくらいって言うんだよ。難しいよね、すごいね。身に収めた善根を菩提悟りに回向するくらいっていうのはなかなか分かりにくいけど、まあ要するにあれじゃないですか、あの功徳を自分が一生懸命信心して功徳だ功徳だって言って、その一番いわゆる当たり前のこの生活全般のことぐらいのことにあんまりそこに執着してとらわれちゃいかんってことだと思うんだよね。功徳善根積ましてもらったらさらにまたその一生成仏を目指してさらにその菩提を目指していく、その功徳として善根として使っていきたいっていう心が大事だっていうことじゃないですかね。その目先のちょいとしたことご利益に有頂天になるなよってことだと思うんですよね。で8番、御奉心、煩悩を起こさないために自分の心を防護して仏法を保持するくらいと。まあしかしこれはね、やっぱり別居のあるいは菩薩のその52位の位の説明だから直ちにこれが末法の我々に当てはまるわけではないけども、まあ字のごとくでいいんじゃないですかね。法を守る心、法を公然ルフというものにどれほどその燃え盛っていくかっていう、もうそこに徹していけばつまらん煩悩なんか起きませんもんね。その次、写真、空理に従して執着のないくらい。まあこれもその文字が大言は正しいよね。要は、自らのこの身というものを一心欲見仏不二着心明っていう、そういう境地、自らの心明を、惜しまない、そして、仏道修行、本当のこの成仏という悟りをひたすら目指していく、高専ルフということをひたすら目指していくっていう、そういう自分のこの身と心にとらわれない、もうそれを仏法に捨ててしまうっていう、そういう意味合いですよ。で10番、願心と、種々の清浄な願いを修行するくらいって。これは要は清浄の願いだからね、自分の 6度凡夫の五欲を満たすためのそういうことを願って修行するんじゃないですよと。要するに簡単にはもう高専ルフしか考えない、高専ルフだけのもう、自分になっちまうっていう、もう願いっつったらもう高専ルフ、何としても釈伏が決まるように何としてもっていう、そういうもう一色になっちまうというね。まあこれキリがないんでこの十心だけで止めますけど、まあ仮に十心だけだってこういうやっぱり尊い境涯が あるんですよと。そして別居の説明で言うとこれが52位の第1番目の 10だから、これが50個並ぶわけですよ。十心、十住、十行、十回向っていうね、そういうまあそうやって境涯が深まってって、そして最後等覚、そして明覚と、まあ、行くわけですけど、これはね我々はこれをね階段で登っていくわけじゃないんですよ。もう本当にこの三大行のご本尊に出会ったらもう直ちに即身成仏するわけです。 だけど大事なことはね、なぜじゃあ我々がこの52位の位をそれなりに勉強しなきゃいけないかっていうとね、自分がやっぱりねどの程度の新人状態にあるのかをやっぱりこの52位の位を見て判定する必要もあるんですって。そのことによって自分が慢心を起こさない、それからあとは卑屈にならない、両方あるんですよ。私なんかダメなんです、私はもう全然なんて言って言ってったって、なんかこう自分で52位の位に感ずるものが出てくるとすれば、それはそれなりの境涯に行ってるわけだから必要以上に卑屈になってもいかんし、それから、到達もしていないのにいかにもその行ったかごとくの根性になるのもいかんしと、それをその戒めるために52位という、これもそれなりに勉強しておく必要があるんだというのがね、後々の日見上人の講話のどっかに出てきますよ、この六足というのはなぜ必要なのかっていう意味でね。まあ今日はもうこれで一応の参考で十心だけやって説明してバーッと飛ばして、一気に飛ばしまして、芸家の
本文に入りますよ。